きます、はい、さあ今日もまた、ニュースがありまして、ニュースというか、はい、今日私のレポートがあります。レポートに行ってきました。前回はイッシーとね、はい、生中継でつながってたんですけど、ね、今回は私のレポートを見てもらって、じゃあまずレポートから。はい、じゃあ行きます、私は今、愛知県は一宮市、木曽川の河川敷にいます。すごい景色だと思いませんか。実は一宮市にこんなところがあったんですよね。こんなすごい自然があるところが、うわ、危ねえ危ねえ危ねえ。結構カメラを撮影しながら移動すると足元取られるんでね。おっちょ、これすごいよ、これ木腐っちゃってる、これ危ねえ、足元取られた。こんな感じですね。実はここでパドルサーフィンをやろうかなと思ってます。こういうね、浅瀬からザーッと入っていく感じで、まあこの辺多分沼地で足すごい取られると思うんですけど、まあ多分あの辺の石があるあたりから水の中入っていくと思うんですね。で、これなんかよくわかんないけど古代遺跡みたいなのがあって、なんだろうねこれ。でもね、これテトロポットかなんかの代わりになんかあるんじゃないかな。その下をくぐっていきます。こんな感じ、ジャングルジムみたいな感じ。これを抜けていくとまた、いろんな、うわっ、ゆすりかが、うわ、これあの向こう側に見えるのが木曽川の本流で、なんか無人島ができてて、そこの間にまた川が流れてるというね。で、まあ普段はあの川漁師さんが漁をしているところなんだけど、こんな感じでここでパドルサーフィンをやってみたいと思います。結構景色いいからね、うわっとギリギリまで行ってみようかな。こんな感じの場所です。これこの間話してた、ツリーハウスとか作るにいいんじゃないのっていう木だよね。こういう感じでほらほら、ここツリーハウス作れそうじゃね。なんとかニコルっていう人に作ってもらうといいよねなんちって話してたんだよね。この辺の木もちょっとなんか腐っちゃってるやつもあるんだけどね。でもなんかこれすごいと思う。じゃあ、現地レポートでした。ではふんどしさんよろしくお願いします。というわけですね。というわけなんですかこれ。はい、5月にパドルサーフィンをあそこで始めようかな、はい、で毎月第2あたりかな、はい、やろうかなって。あそこから川に入るんですか。そう、ちょっと濁りが入ってましたけど、ね、大丈夫ですか。いや、あのね、濁りもね、はい、ワンドって言われてる、ね、あの中ってさ、うん、はい、特にこう水が動かないから、そうですね、あれをパドルサーフィンでかき出す、はい、うん、でもあれね、ぶっちゃけね、うん、今一番水が少ない時だから、あ、ちょっと増水すれば水すぐ入れ替わっちゃうからまた綺麗になるね。あ、そう、雨も少ないですね。そう、はい、だから今3月で多分年末ぐらいから全然水が動いてないんじゃない対して。あ、でどん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 干上がってきて、はい、で川の水が少ないから島ができちゃってるからさ、はい、まあ、島に上陸しようぜなんていう話もあるんだけど、あれで川のそのね遊びを体験してもらって、はい、でまあさっきもゆすりか出てたけどさ、はい、ゆすりかも体験してもらい、まだ川ってこういう風なんだって、ね、あ、まあ絶対ね、誰かがお調子者がね、絶対押すなよ絶対押すなよって言って誰かが押されるんで、そうですね。でそしたら水を吐いていく、そうですね、手を体のない格好をね、そうそうそう、ダチョウクラブの法則と思いますけど、そうそうそう、最初に絶対押すんじゃないぞって、そうですね、まあ、そうやってね、みんな川に落ちてくる。 で次落ちた人が今度助けてくれって言って助けに行ったやつがあーって引っ張られて、順番に引っ張られていくて、まあまあお笑い売りたいこういう流れでみんな川に入ってくる。まあまあまあそうですね。でね、なんかやっぱりね、ああいう川をねみんなに知ってもらうっていう企画 でサーフショップのね、お年さんってね、そこすぐそこに、まあ、すぐそこって、まあ、放送を見た人、俺の店の近くになるんだ
ですけど、ここね、あの、まあ、その近くにシースケープというサーフショップが、はい、千宮でも老舗の店なんだけど、はい、そこがあの協賛してくれて、うん、でパドルサーフィン、パドルをね、こう漕いで、うん、サーフボードの上に立って、はあはあはあ、立つ、立つ、はあ、スタンドアップパドルサーフィン、略してサップっていう、SAP。おお、サップ。はあ、でサップはもともとハワイとかで流行ってたんだけど、はいはい、最近関東の方にだいぶ定着しつつあって、うん、はい、で愛知県だと常滑のあたり、波が少ない海で楽しむレジャーなんだけど、今回そのワンドの中に関してはもうほとんど流れがないし、まあ、多少川が流れてるんだけど、うん、まあ、それでも漕ぎゃすぐに上の方に移動できるし、あ、まあ、本流の方出るとちょっとテクニックがいい。危なくないけど、やっぱり、いやでも今ね、本流も全然緩いよ、今日も見てきたけど、うん、昔のおっちゃんとかだって泳ぐんじゃない、今日ぐらいだったら、あの波というか、流れの緩さ、落ち着いた感じだったら、そう、はい、だからそうやってね、その板先輩もね、なんかね、いろいろ話があってさ、あの砂浜がね、はい、だん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 こう川の流れが緩くなったので、ね、できた木が生えてるようになる。ああ、砂地のところから。そうで、木が生えちゃって、要は砂漠が緑化されてしまったというね。あ、砂浜が木が生えてジャングルに変わって、で砂浜に貝がいたのに、はい、その貝があもう住めなくなっちゃって泥に変わって、はいはいはい、流れが悪いから土が溜まるんで、で、はい、今みたいに無人島ができちゃうわけで、無人島にまた木が生えるというね。そうですね。でそうするとイタセンパラがその、うん、生活するための、うん、その環境が破壊されて、うん、で、あの貝がね、二枚貝に、うん、国産の二枚貝にイタセンパラで卵を産みつけるんだ、うん、でその貝がまたやられちゃってて、うん、はいはいはい、でどん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 環境破壊進んでっちゃってるっていうね。まあ、パッと見さっきのね動画見てもらった通り、すごいジャングルになってて自然豊か、まあ、むしろ自然が残ってるっていうかね、うん、プラスに思いますけど、ところがあれは本来の自然じゃない、本来の自然ではないわけですね、うん、ああいう、まあ、自然は自然ですけど、うん、その環境に適応してきますからね、うん、自然っていうのはね、だから本来はあそこ砂浜なんだよね。そうなんですか、うん、あの古代遺跡みたいなのはいはいはい、あれもなんかテトロポッドみたいな感じでもう何十年もあそこに置いて半世紀以上置いてある、ね、なんですか、ね、木を守るためですかね。流れないように、あれね、堤防が崩れないためになんかあるのかな。あ、じゃあ流れを、まあ、緩めるためでしょうね、川のね、増水した時に、うん、なんかよくわかんないんだけど、ああいうのがいっぱいあって、他にもテトラポッドが山積みになってたりとか、なんかよくわかんないんだけど砂浜がなくなった。でこの間話してた魔界大橋もいろいろ調べていくと、うん、実は20年前じゃなくて、間違えてた、20年前は、はい、あの美濃大橋だった。あ、美濃大橋。魔界大橋は1970年から74年の間に作ってた橋で、ってことは50年ぐらいかな、44年か、それぐらい。俺がよ、71年で、うん、今年43歳なんで、はい、まあ、俺と年が近い、アラフォー、アラフォーです、ギリアラフォーで、うん、はい、あの橋はね40年ぐらいあって、でそれで環境がどんどん変わっていったっちゅう話。あ、だから昔はさっきのジャングルは、うん、砂浜があって、うん、で川の家があって、うん、そこでみんなあの海水浴じゃないけど、うん、遊んでたんだよね、うん、で貝とかも行ってさ、うん、今貝なんかいないんじゃねえか。なんかタニシとかいそうですけどね。タニシもね、なんかね、うん、最近外来種のタニシがいるんでね。そうなんですか。すごいなんかね、あの卵がさ、うん、オレンジ色の、あの用水路とかによう花瓶が生えてるんですか。そう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 、あれ外来種、はあはあはあ、外来種のタニシで、あれ、そうなんですか、うん、あの米っていうか稲食っちゃう、うん、あれ結構問題なんで、外来種とかさ、環境破壊とかって、はい、その本来ある生き物が、まあそうですよね、環境が変わればその環境に適応した生き物が残ることは当然ですからね。だからね、まあ、今回はね、はい、まあ
5月まではね何もできないので、うん、暖かくなったら、うん、そういう調査がいよいよ我々の中で、ね、調査隊がね行くことになりますからね。もう絶対押すなよ、絶対押しちゃダメだからな。戦闘ありたくないです絶対戦闘嫌です、ね、誰が最初に飛び込むか楽しみだよね。いやいや飛び込むというか、まあ、水着着てる人でしょうねまあまあまあ落とされるんでしょうね。ねえ、いや楽しみですね。そうです、楽しみですか。ぜひ参加してくださ い, いや参加しても戦闘は歩かないです。いや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 、そうすると2番目3番目が落とされるだけですけどね。まあね、あえてね、ということで5月から、そうですね、皆先輩本格調査、スタンドアップパドルサーフィン、ぜひ参加したい人連絡ください。そうですね、そして我々のこの活動にスポンサーも必要です、ね、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。一口スポンサーは1000円からです。リーズナブル何口でも構いません。1000円払えば僕たちに文句は言えるんですよね。うん、そう言えるんですよね、うん、でも、はい、もっと払った人はみんなそっちで合わせてくれだってしょうがないじゃん、もっと払うから数は論理ね。まあね、はい、ということです、まあ、我々は数に弱いというか、お疲れ様でした、はい